純也チャンネルはご覧の企業様の提供でお送りします。皆さん、明けまして、おめでとうございます。クリアソン新宿の大崎純也です。はい、私ただいま富山県の実家におります。はい、でね、去年、そうですね、クリアソン新宿に移籍しまして、 JFL、優勝して G リーグに上がるという目標を立てていったんですが、なかなか思うような結果が出ずに、JFL、下から2番目という順位で、終わってしまい、すごくね、残念な気持ちといいますか、不甲斐ない、自分の力のなさを改めて感じたシーズンでした。と同時に、クリアソン新宿では、サッカーだけじゃないので、やっていることは、主に、地域担当として、地域の方と仲良くなって、いろんなイベントをして、サッカー教室とか老人ホームとか行ったりして、地域の人たちと仲良くなって、スタジアムに応援に来てもらうという重要な役割を私になっております。でね、そういう方たちが実際にスタジアムに来て、我々の試合を見てくれるっていうのはね、すごくやっぱり、僕自身、嬉しいなと、改めて思いました。で、本当に、右も左もわからないところでのチャレンジだったんですけど、とても、昨年は、結果を置いといて充実したシーズンだったなというふうに思っております。で、本当にこう地域の方たちが、試合があるたびに、頑張ってねと、優勝してねということを言ってくれている中で、なかなか結果が出なかったことに対しては、もう一つ二つ、しっかりと、自分の中でサッカーに対する姿勢を改めて、考え直させるきっかけになりましたし、今シーズンは必ず、JFL 優勝して J3 に、上がりたいなというふうに思っております。はい、で、なんか地域の方たちからよく、J リーグが上がったらこうやって選手の人とか来てくれなくなるんでしょうとかっていう声をね、たくさん、もらいます。地域を回ってると。そんなことありません、皆さん。クリアソン新宿のファン、サポーターの皆さん、そんなことありません。私が必ずこの足を使って皆さんのもとへ、J リーグに上がったとしても、密にコミュニケーションを取っていきたいと思いますので、2023シーズンも、変わらず応援よろしくお願いします。はい、そうですね、サッカーという一つの手段を使って皆さんに、今年も夢や希望、元気を、ありきたりですけど、与えられるように、本気で与えられるように頑張っていきたいと思っているので、2023シーズン、また頑張ります。よろしくお願いします。それでは。